こんにちは、露高さん、はい。まあ、開幕して2週間ぐらいが経とうとしているんですけれども、はい、まあ、その中でも想像してたのとちょっと成績が違うぞという選手も中には今年結構多いんですよ。あの1割で、まあ、ただね、言っとくけど、はい、春先ってやっぱりピッチャーって元気でしょ。元気ですね。あ、いや、だからなかなか打てないっていうことはあるんだよね、はい。まあ、それにしてもっていうことだよな。でプラス今年の試合見てても、うん、例えば大量得点で勝つというよりも何か接戦だったらロースコアっていうのが僅差多いな。で、うん、しかもロースコアなんですよ。そうだな。なので、まあでもこれは、はい、ずっとある程度続いていくと思うよ。やっぱ投稿打てだな、今。そうなってますもんね。そうだから、まあしょうがない部分もあるけどね、はい。ただその中でもちょっとファンの方もそうですし、まあ、あの我々から見てもあれ、この選手が今この打率なのというちょっと心配な選手たちをちょっとあの豊さんに叱咤激励していただきたいなと思いまして、はいはい、まずは、はい、やっぱり神様です、うん、村神様、ヤクルトの、率は2割7分6厘あるんだよ、はい。そうなんです。現在4月10日現在で2割7分6厘。でもホームランがゼロ、打点がゼロっていうのはさ、そうなんですよ。それはまあ確かに徹底マークはされてんなっていうね、フォアボールの数っていうのは多いし、はい、だ打ちたいなと思うところで歩かされるというか、うん、まあ、あの村上は見てるとあまりバットがこうバーンと振れないよね、全力で。いい時よりもですか、うん、じゃあ振ろうと思ったら振れるんだろうけど、うん、触れるようなところにボールが来ないというかさ、だから自分の前にボールを入れていかないとなかなか強くコンタクトはできないかなっていうような感じがする。それはマークが厳しいからっていうこともあると思うんですけど、それ以外にも豊さん的にちょっとなんか違和感とか感じる部分ってあるんですか？いや、オープン戦の時はね、すごくね、体が残ってバットのヘッドが使えて、うん、なんかバーンと打ったら跳ね返ってくるような感覚で打ってたんだけども、その感覚っていうのはまあないな。だからバットが触れてないような感覚で見えちゃうんだよね。あ、うん、そうか。だからまあそういう早く触れるような感覚になると、はい、まあいいなと思うよね。そうです。これはあれですか、あのもっと暖かくなってきてもうちょっと時間経てば。でも待ってらんないよ、ヤクルトとすれば。あ、そうか、うん、やっぱり、まあホームランって雰囲気変えてくれるしな、はい、だからそういう意味で村上のホームランっていうのは、うん、やっぱヤクルト首脳陣も待ってると思うんだよね。プラス本人もやっぱりね、打点がないっていうとこと、それはすっきりしないよ。ですよね、リズ残すバッターじゃないもん、言えば勝負に絡んでくるバッターだから、うん、だからまあそこら辺は早く脱出してくれるとね、はい、まあいいなというふうには思うよね。そうですね、はい。でこれパリーグになるんですけれども、このソフトバンク、はい、山川穂高選手が今現在で打率が1割5分8厘、ちょっとあのどうしても前のギータと後ろのコンちゃんがすごくいいだけに、ここでブレーキがかかってしまうっていう風な状況になってしまってるんですけど、まあ、そうだな。これは、まあ、やっぱりね、1年間のそのブランクっていうのはでかいよ、彼にとって、うん、やっぱ体力面もそうだろうし、やっぱこう1年間出ないと元戻っちゃうからね。その感覚がやっぱりまだ戻ってきてないっていうところが大きいんですかね。とやっぱ本人の焦りもあるよね、ソフトバンク、ね。まあ、それはもう人間だからさ、うん、まあ、FA して移籍した、でお金も入ってくる、うん、ね、まあ、それで責任も出た、はい、その責任に対してのプレッシャーっていうのは、うん、まあ、彼本人は感じてるというふうには思うけどな、うん。ただね、言えばその後ろに山川がいるからギータが打ちやすくなってるっていう部分もあるんだよね、うん、だからギータを完全に歩かして、まあ、例えば山川と勝負でも一発あるからなっていうふうな考えでいれば、うん、はい、あのギータと勝負せざるを得ないよね、はい、で山川を完全に抑えたと、うん、でもそれはある程度神経を使いながらの抑えなんだよ、はい、2人神経を、ね、細かに続くかっていうと、やっぱコンちゃんのところに多少甘さが出てるかもわからないし、もともとギータもコンちゃんも打てるバッターだから、うん、はい、まあ、そんなことではないとは思うけど、はい、でも山川が一人いるということで、うん、ギータは打ちやすいと思うし、うん、まあ、コンちゃんも去年4番から5番っていうことは打ちやすいポジションに移動できたっていうこともあるだろうしね、うん、だから山川効果っていうのは目に見えないものはあるかもわからないけども、はい、こんな選手ではないことは確かだよね、うん、
そうですよね。でさらに6番の栗原選手が現在1割1分8厘というところで打率が上がってこない、はい、俺はね、はい、そんなに上がってこないと思うよ。え、それはそれはね、栗原は俺サードの選手じゃないと思ってるから、はい、外野、うん、はい、それは、ま、守りの負担というのは相当あると思うよ彼は。だから昨年そのサードやりながら怪我して離脱した。はい、でもその前から栗原っていうのはだいぶサードのポジションに対しての負担はかかってるなっていう、うん、だから守りと打つを別にできない選手なんだよね、はい、オリックスの森っていうのはキャッチャーやりながら打てるじゃない、はい、だから守りと打ちを打撃をもう分別されてしてるんだよね、頭の中でもう完全に、はい、うん、でも栗原はどちらかというと連動するタイプだと思うんだよ、うん、だ守備で疲れたものが打席にも疲れを伴って打席に入るという、俺はそういう感覚でいると思うよ。これを抜けるにはやっぱり外野のポジションをした方が打席でもいい、多分俺はいいと。あ、そういうことか、うん、で深刻なのがちょっと今森友哉選手の話題が出たのでオリックスなんですけれども、はい、現在宗選手が1割7分4厘、はい、それから森友哉選手が1割6分7厘、はい、紅林選手が1割1分1厘から杉本選手が1割3分6厘頓宮選手は打率低かったので外されるとちょっということも、これは首位打者だからな昨年の、はい、まあ、こういう計算はしてなかったと思うけども、はい、まあ、でも彼らはある程度そのレギュラーとしての数字を持ってるから我慢しておけば上がっていくと思うよ。このままじゃないと思うよ。頓宮選手はちなみに0割っていうんですかね、これ0.48 です。0.48 ね、はい、まあ、例えば頓宮って言えば首位打者を取るようなタイプではなかったと思うんで、はい、どちらかというとホームランが打点という、うん、でもその昨年の、はい、その首位打者に対してのプレッシャーがあるよね。だからそういう自分で出した成績に対しての、はい、勝手に自分でプレッシャーかけてるんじゃないかなっていうような気がするんだよ。それプレッシャーがかかると打席でそれが例えばどういう打たなきゃいけないとかさ、うんうん、もうそういうことばっかり気が回っちゃって、はい、打席に集中できないとか、うん、いやいやお前はホームランと打点で勝負するバッターだから、うん、率なんか関係ない気にしなくていいよみたいな、うん、まあ言っても率が残らないとそういうことも、うん、そういうこともついてこないんだけどさ、はい、だけど俺オリックスの場合は大体選手は数字を持ってるから、うん、そこに追いついてくるような気はするからな。これじゃ あの今開幕したての2週間春先だからっていうことで思っとけば大丈夫ですか。交流戦前までには上がってきてくれるとファンも、まあ、徐々に上がってくると思う。うん、こんな成績の選手じゃないよ、うんうん、で森永特にそうだけどさ、そうなんですよ、あのもっともっと打ってくるよ。大丈夫ですか。うん、大丈夫だと思う。うん、思うじゃ困るから、ね、大丈夫だよ大丈夫大丈夫そうかそうか、ここは大丈夫だよ。オリックス、あの3年間修羅場くぐってきてるからさ、いろんなことで経験もしてるし、はい、だから、まあ、まあどのぐらいの数字に上げてくるかどうかわからないけども、はい、このままの数字で終わるような選手たちではない、うん、上げてくる大丈夫ですか。あと楽天からは小深田選手と浅村選手、はい、うん、で小深田選手が1割9分4厘、うん、で浅村選手は1割5分6厘というところ、まあ、浅村はもう最初スタートから悪かったからな。そうですね、17打席18打席目か、うん、なんかにヒットが出て、まあ、ポンポンとヒットが出たけども、うん、まあ、この選手は上がってくるよ。あの去年もちょっと出だし浅村選手ちょっとなかなかだねっていうのがありましたけれども、うん、でまだまだ仙台寒いしね、はい、そうだ、だまあそういう気候的なこともあるし、はい、まあ、年齢一つ年取るとさ、うん、やっぱそのぐらいのものは故障みたいな、うん、最初から体が動きにくいっていうことはあるかもわからないよね、うん、だからまあ春先はちょっと我慢かなっていうような感じはするけどね、うん、浅村に関しては、ね、でコブちゃんがいかん、これはもう楽天苦しい時にコブちゃん頼りよ、うん、やっぱり 1,2 番を打ってね、はい、出塁をするっていうことが、うん、まあ彼の仕事なんだけどさ、はい、まあコブちゃんが194、うん、ね、現在、はい、それではちょっと困るな。そうですね、うん、だからもうちょっと引っ張っていかないとさ、うん、でやっぱコブ方はコブちゃんを出したら浅村につながるとかさ、はい、まあ、いろんなことを考えるともう出さないように出さないように選手はするけども、うん、まあ、昨年盗塁王とかね、まあ、いろんなタイトルを取りながら
まあ、成長したんだけどさ、やっぱ彼もちょっと頑張らないとな。そうですよね。で日本ハムなんですけれども、はい、日本ハム非常に打率いい、打線いいイメージあるんですけれども、ちょっと外国人の3名、マルティネスが097からスティーブンソンが1割2分でレイエスが1割3分というところで、あの日本人の選手は軒並みいいんですよ、打率が。いやそれはもうタミヤとかさ、うんね、水野とかものすごい頑張ってるもん。だからまあそこら辺はね、なかなかこう微笑ましく笑顔で見れるんだけども、うんはい、まあ外国人だよな、ちょっと慣れてないな、はい、まだ、スティーブンソンなんて流れが悪いよ。なんかこう大事に大事にピッチャーが投げてる時にもう満塁になっちゃって、うんね、もう開き直るしかないみたいなところで回ってきたりだとかさ、まあ打たなきゃいけないんだけどもさ、うん、やっぱスティーブンソンの流れが悪いなと思いながら見てるよね、はい、打ちにくい状況、結果を出さなきゃいけない、うん、非常にプレッシャーがかかる打席が多いね彼は、はい、あそっか、そだからもう少し楽な展開で回ってくると力も発揮しやすいんだろうけどもさ、はい、まあでもこの外国人は多分打ってくると思う、心配しなくても。レイエスはね、やっぱり速いボールに苦しいんだ、差し込まれるケースが多い、だからそこら辺のタイミングの取り方だとか、そういうものでちょっと時間かかるかもわからない。あとマルティネス。マルティネスはね、まあ、4番を任されて、プレッシャーなのかどうかわからないけども、まあでも、サヨナラの犠牲フライも打ってるし。まあ、だけど2打席連続デッドボールとかさまあマークは厳しいよな。まあそうですね。だからまあそれをかいくぐってくれると信じてるけども。さあロッテなんですけれども、まあ、中村奨吾選手、はい、先日ねちょっとヒットも打ったりして2割台にようやく到達というか回復してきたんですけども、それまでがちょっと1割台だったんですけども。そうだな、はい、まあ、不調はさ昨年から続いていて、はい、今年はなんかこうコンバートもされて、うん、まあ、リフレッシュをしてやるかなと思ったら、はい、やっぱちょっとなバランスが悪いな、うん、プレーの。そうですよね。でも、うん、この前平から打った、はい、タイムリーヒットとか、うん、見ると状態は上がってきてるよね。よかった、うん、だからなんていうの、まあ、彼は実力者だし、はい、まあ、経験値も高いしね、はい、まあ、ただ彼が3番に定着するとか、うん、そのぐらいこう打ってきてほしい選手だよね。本来はそうですね、下位、うん、だからな今、下位を打たされてるからな。 それじゃあちょっと困るな。そうですよね。さあ続いて DeNA なんですけれども、はい、渡来選手が2割1分4厘と、その開幕の時のようなちょっとスピード感スピード感で華やかだったな、デビューがそれだけにあれみたいなそうなんですよ。それだけになんか外せないというか。そうなんですよ。いやただその DeNA もね、状態よくチーム全体が来てる中で、はい、まあ、オースティン、佐野、牧、宮崎ってものすごく強力だと思うんだよ、はい、この打線っていうのは。その中で前にランナーが出ないっていうのは、うん、ちょっとやっぱ考えもんだな。これはどうしてそうなってしまっちゃってるんですかね今。やっぱね、攻められ方が全然違う、オープン戦とはね。あ、うん、それに多分苦しんでると思うけども、はい、やっぱ出塁率も2割6分台なんだよね多分、うん、で打率が2割、1分4厘でしょ、はい、まあこういう1番バッターっていうのは一番困るよね。フォアボールが取れないっていう、でね、何でもかんでも初球からと。だからまあ一つは教育だな。渡来は本当に将来的にも1番で使いたいって言うんだったらやっぱ教育した方がいいよ、うん、まあ、例えば負けてる試合、点を取られた先頭打者、はい、まあ、やっぱり、ね、考えることっていうのはたくさんあると思うんだよ、うん、それを自由に野放しにやってると勝てる選手じゃなくて楽しい選手になっちゃう、うん、あ、ただの、ただの。あ、だこれはやっぱ勝てる選手にしていかなきゃいけないから、はい、だからそこら辺の教育は俺はもうした方がいいと思う。そしてできないっていうんだったら勝てる選手、必要な選手にはなってこないんだよ、うん、だからルーキーだからこっから何を考えてどうしていくのかっていうのも楽しみだけどね、自分で考えて、うん、まあ、だけど俺はある程度やっぱこう教育は必要だと思う。まあ、ホームランを打って2戦連続で、で3戦目からガラッと攻められ方が変わって、うん、はい、それを球団、各球団がちょっと真似をしだしてね、はい、そこから抜けきれてないからね、うん、だから、まあ、そこら辺の対応力を早く見せてほしいなというふうには思うけどね。そうですね、うん、あと
と現在、まあ、現段階で首位の中日なんですけれども、はい、実は高橋周平選手が1割8分2厘で細川選手1割8分4厘ということで、まあ、細川選手は、ね、2戦連続ホームランとかもあったりもしたものの、まあ、細川っていうのは率とかなんとかっていうよりも、ね、やっぱり印象に残れる仕事だよね、うん、まあ、2000連発ホームラン打った、はい、広島ではちょっと、ね、ノーアウトランナー2塁で右打ちをしてヒットにした、はい、それをファンブルしてる間に田中美希や代走が帰ってきた、うん、仕事はしてるんだよ、うん、だから率じゃなくてやっぱ記憶に残るとか、はい、記録に残る仕事はしてくれてるから、うんうんうん、まあ、そんなに悲観的に考える必要はない、ね、あ、大丈夫、だから周平だよな、はい、そうなんです、周平もやっぱりね僅差のゲームが ある中で、はい、あの守備っていうのは素晴らしいよ、うん、ねえ、肩強いし、だから打ってる印象があるんだろうけど、そうそうそうなんですよ、そうなんですよ、まあ、だけどやっぱ周平の立場からするとね、うん、やっぱもうちょっと打たなきゃいかんな、まあ、最初は攻撃型でいって、で守りに入るかって言ったら、はい、今の状態であれば守備固めに回る可能性もあるからね、うん、やっぱこうオープン戦も良かったし、はい、打ってほしいなっていうことは思う、ね、それちょっと調子が打てなくなってしまっているのは何かあるんですかね、例えばバッティングフォームやっぱり久しぶりだしさ、はい、ああいう僅差のゲームしてるとやっぱ守りに気がいくし、はい、まあ、疲れも来てると思うな、彼の場合、うんうん、あとカープなんですけれども坂倉選手が1割7分9厘というところで、はい、どうで豊さんの好きな小園選手も2割1分9厘チームがさ完封負け4試合連続、はい、まあ、セ・リーグでバーストになっちゃったんだけど、はい、やっぱこう期待するのはやっぱ坂倉であったり、うん、小園なんだよね俺は、うん、でこの2人がやっぱこうしっかりした成績を残していかないとチームの成績になってこないと思うんだよな、はい、だからもう本当に精神的にはしんどいだろうけどもさ、うん、やっぱ頑張り通さないとな、そうですよ、ね、と思ってる。ただね俺小園の使い方をショートからサードにしたりだとか、はい、まあ、いろんなポジションで、まあ、いろんなポジションというかポジションを変えながら使ってるけども、やっぱ小園はショートだよ、うんうん、だから顔だよ、うん、だか確かに矢野っていうのもうまいけど、だけど小園がいたら出れないっていうぐらいの、うん、やっぱ小園の評価をしてあげないと俺小園が働きにくいんじゃないかなっていうような気がする。いつまでたっても小園のような扱い、はい、うん、そうじゃなくてやっぱ小園なんだよ、うん、小園じゃないんだよ小園いやだから俺はしっかりしたポジションを与えてやった方がいいと思う。もしかするとこのサードでっていうこと自体がバッティングにもつながっちゃってる、まあ、影響してる可能性もあるっていうことだよ、ね、うん、あと豊さんの好きな田村選手が1割8分5厘と、まあ、田村は若いからこれは経験だよ、うんうん、だけどこの数字で終わる成績の選手ではない、大丈夫ですか、大丈夫だよ、使い続ける、うん、まあ、だけど全体的にやっぱりカープって打ててないから、そうです、ね、全体的な雰囲気に飲まれてるよね、うん、みんな引っ張られていっちゃってるんですね。そう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 、だからまあもう若いからしょうがないけども、うん、若さの特権って思い切りだから、そうですよね、まあ、とにかく思い切りやってほしいなと思うよね、はい、前側なんかチームの成績は関係ない、武士だから武士はね、もう頑張って打つっていうところですもんね。で今その話してた阪神なんですけれども、阪神は実は森下選手が1割4分7厘、はい、で佐藤輝明選手が1割8分9厘と、はい、で坂本誠志郎選手が1割1分1厘というところなんですけど、この森下選手と佐藤輝明選手、まあだけど森下は勝負を決める一発を打ったりだとか、そうなんですよ、ね、次へつながるタイムリー打ったりだとか、うん、まあ佐藤輝も、はい、まあ、決勝ホームラン打ったりだとか、はい、勝ち越しのツーラン打ったりだとか、うん、まあ、印象には残ってるんだよね。そうなんですよね。だけど、はい、もっともっとやってほしい選手なんだよ、はい、欲なんだよ、まあ、全体的に悪いからさ今ちょっと、ね、うん、彼らに期待する負担っていうのはあるかもわからないけど、はい、うん、でも今の状態でできる範囲の中ではやってるよね。そう、うん、だからいやでもこんな数字で終わるような3選手ではないしね、うん、坂本はやっぱり昨年よりはピッチャーの状態が悪いよ、うん、だそれをリードするのに際取られてるよね。確かにそうですね、うん、だからまああんまり過度の、ね、負担をかけたくないし、坂本は一生懸命やってるよ、うんうん、まあ、みんな一生懸命やってるんだけどさ、うん、まあ、サトテルはそのバッティングは徐々に上がってくるけども、
っぱ自分でエラーして自分の気持ちを引っ張らないようにしておかないとね。そこですね、うん、せっかく気分的にもいいものが、そうなんです、自分でガクンと落ちるようなことをやってみたりとか、うん、まだこう流れが悪いなですね。ホームラン打った次の試合で例えばエラーとか、エラーするとかね。そうなんですよね、うん、だからまあ流れが悪いっていうのはあるけど、まあ技術がもう少し向上すればっていうこと、そういう言い方もできるけどもね、はい、まあ、だけどやっぱ彼はね打ってなんぼの選手やから、うん、ね、とにかくもう率もホームランも上げていけっていうことだよね、はい、里輝選手が勢いづくとチームも本当に乗ってきて勝つんですよね。まあ森下はもう印象残るよこの子は本当そうですね。あ、だからあのなんて率より全然打ってる感じがあるしな、うん、だからまあそれは彼の特権かもわからないし、うん、だけどやっぱ数字を上げていかないとさ、うん、まあ、電光掲示板に打率が出るでしょ。出ます。あれはね精神安定剤みたいなもんなんだよ。あ、そうなんですか。1割台だったらね、なんかものすごい嫌。ゆたかさんありました。いや、それはあるよ。やっぱ嫌です。さあ出始めの時も1割とか、はい、そういうのはあったよ、うん、あったシーズンあるよ、うん、いや、もうなんかもう全然落ち着かない。やっぱ3割いくつってあるとさ、うん、気持ちいい。だからそれがなんかこう精神安定剤になってくるから、うん、早く自分の数字に持っていくことだな。そうですね、まあ、ね、今挙げた選手たちが、まあ、1ヶ月後、はい、ちょっとどういうまた打率になっているのかっていうのもね、はいはい、また1ヶ月後に振り返りたいですし、まあ、そうだね。だから今名前がね上がった選手たちっていうのは、うん、やっぱチームの順位を左右するような選手たちなんで、はい、もう本当に頑張ってほしいと思うよね。はい、はい。